はいどうもテケテケです。そして昨日一本動画アップさせていただいたこの新たな最悪状態常闇ですね。ついに3つ目の最悪状態がゲーム内に実装されるということで簡単な動画昨日紹介させていただきましたが、こちらですね、今これアプリ版の常闇開いており、状態性が 50% 減少するのと、行動前に常闇がついている敵に対して一旦の間罪悪毒または罪悪現金を敵につけて、で行動が終わった後また一旦の間罪悪毒または罪悪束縛をつけるとああいう最悪状態ですよという紹介させていただきましたが、こちらですね、なぜか、今ブラウザ版の放置書入ってきましたが、こちらの常闇の説明と中身が食い違っており、ちょっと読んできますね。ブラウザ版の常闇の方、状態性が 50% 減少、ここは一緒ですね。で毎ターン行動前 100% の確率で2ターンの間、ここアプリ版だと1ターンでしたね。2ターンの間付与者を罪悪毒状態または罪悪現金状態にさせ、罪悪毒状態の方は単数が増えたぐらいなんですが、現金の方ですねに関しては物理会心ダメージと砲術会心ダメージを 20% 減少させると書いてあり、これアプリ版の方は 200% 減少だったのがわずか 20% だけになってしまっていると。でしかも罪悪現金っていうのは敵のステータスも下げる効果があって、アプリ版の方では視力敏捷筋力を 20% 減少させると書いてあったんですが、そのステータス減少が全く書いてない状態になってしまいました。なんでおそらくこれに関してはブラウザ版の方の現金の効果が間違ってるのかなと。この 20% っていうのはステータスの方の減少で、物理会心ダメージと砲術会心ダメージはアプリ版に書いてあったように200% 減少ぐらいはするのかなと。会心ダメージっていうのは 150% がニュートラルの値で、いくら 200% とかマイナスしたとしても 150% 以下にはならない仕様になっているので、がっつり 200% 下げても別に防止としてはもともと 150% の会心ダメージが 150% のままみたいな感じで防止にはあんまり効果がなく、指輪なんかで物理会心ダメージを爆上げしている武将だったり弓将にとっては、せっかく 300% ぐらいまで作った物理会心ダメージが 150% になりますというような、武将や弓将に効果的な罪悪状態が罪悪現金になるので、おそらくここに関してはブラウザ版の方が表記間違ってて、ステータス減少が 20% の会心ダメージ減少が 200% なのかなと思います。罪悪現金といえば浅井長政っていうキャラクターが嫁化で罪悪現金を覚えましたが、その内容もステータスは 20% 減少の会心ダメージは 200% 減少っていう内容だったんで、おそらくそれを踏襲するかなと思うので、さすがに物理会心ダメージ 20% 減はないのかなということで、ここはアプリ版が正しそうですね。で2ターンっていうのはブラウザ版が正しい気がします。毒一旦だと成功バフ1枚しか剥がせないんで、ちょっと最悪状態としてはインパクト弱いですよね。なんで単数の方は2ターンが正しいのかなという感じですか。で行動した後の付与に関しても 100% の確率で2ターン非付与者、つまり常闇状態の敵に対して罪悪破壊、をつけますと。ここ罪悪毒っていう風にアプリ版の方は書いてあったんですが、完全に罪悪毒が2回出てきてしまって被ってたんでおかしいなと思っていたのは、おそらく罪悪破壊が正しいのかなと。こっちはブラウザ版が正しい気がしますね。罪悪破壊をつけて防御力の 80% 減少、火ダメ 10% アップから攻撃が当たるたびにそのダメージが追加で 5% ずつ上がっていって最大 90% まで追加増加可能と、合わせて 100% 増加ですね。つまり2倍ダメージを受けてしまうというぐらいまで成長させることができる罪悪破壊をつける、または罪悪束縛状態にして火力 35% 減少で受けるダメージは 25% 余計に受けるようになってしまうと、あと会心率を 25% 減少させる罪悪束縛をつけに行くのかなと。ああいう感じでこの文章の行動後の後半の方はおそらくですがブラウザ版の箱オア束縛が正しそうだなっていう気がしますね。アプリ版の方は行動前に敵に毒つけて行動後にも敵に全く同じ一旦の毒をつけるっていうあんまり意味のないことをしてしまっていたんで、もちろん復活とか致死ダメージ無視なんかを挟めば毒とかの解除なんかも間に挟まる可能性はあるんで、全く意味ないかっていうとそんなことはなかったんですが、ちょっと腑に落ちない感じがあったのが、このブラウザ版の罪悪破壊または束縛っていう、似た敵の耐久ダウンを狙える手段でまとめてきたあたりが、私的にはこっちの方が腑に落ちたので、こっちで来そうかなというとこですか。実際に実装されてみないとどっちが採用されるか、またどっちのどの部分が採用されるか、というか全く違う常闇の内容かもしれないしということで、一概には言えませんが、今こんな感じになってますよという報告ですね。ちょっと昨日の情報が偏っていたので、追加でこちらも情報シェアさせていただきます。バグの上位互換実装前バグですね。でも個人的にはそもそも何々オア何々っていうパターンの罪悪の付け方、狙ってコンボを作りづらかったり、肝心な場面でそれじゃない方がついちゃったりして安定感には欠けるんで、それを CMR の運営さんが一押しの副賞につけるのはどうかなっていうような印象が私の中ではありますね。なんで、こういう風に書いてありますが、例えば
まあ、敵がすでにこういう状態の場合はこうとか、何々をは何々っていう付け方でも、その敵の状態によってこっちつけた方がより効果的だっていう方をつけてほしいですね。まあ、例えば罪悪毒と罪悪厳禁のどちらかであれば、まあ、ちょっと難しいですが、敵にすでに生後バフがついてる場合には罪悪厳禁、敵にまだ生後バフがついてない場合には罪悪毒をつけるみたいな、まあ、ただの毒または厳禁ではなくて、こういう場合には毒、こういう場合には厳禁みたいな感じで、ある程度狙いが定めやすい分岐の仕方をしてほしいところですね。まあ、下の罪悪破壊または罪悪束縛でいうと、罪悪破壊の方は耐久がとにかく落ちるんですが、束縛の方は敵の火力も落とすことができるんで、まあ、自分より攻撃力が高い敵の場合には罪悪束縛、自分より攻撃力が低い敵の場合には罪悪破壊みたいな、まあ、タンク系には罪悪破壊でアタッカーには罪悪束縛つけますよみたいな、そういった条件付き分岐じゃないと使いづらいかなっていうような気がするので、このままだと私的には常闇やや微妙な印象なんですよね。まあ、あのブリュンヒルドの復活するたびに灼炎状態と血病状態に切り替わる、あれも灼炎だったら生後バフ剥がせて勝てたのにみたいなことが結構あったりするんで、まあ、あのもどかしさを感じそうな反面、まあ、そういった切り替わりの楽しさだとか、まあ、確率の妙味というか、まあ、本来戦いっていうのはそういった実力じゃなくて運の要素にも十分に左右されるっていう、まあ、シビアな現実に沿ったスキルにするっていうのもそれはそれでリアルで、まあ、全然ありだと思うんですが、はい、ちょっとまだ聖 MR が始まってこの過渡期の段階でこの遊び方をするのはいやありかちょっともうよくわかんないです。そういう遊び心もありかちょっとよく分からなくなりましたが、個人的には人としてそういう遊び心をスキルに入れる制作者の方は好きです、はい、ですがタイミング的には一回基盤作ってほしいですねっていう感じですかね。気持ちとしては、はい、難しいとこですが、はい、こんな感じになってますんで報告だけさせていただきました、はい、それと一緒にこちらですね、放置少女アップギャラリーを利用して課金されている方、まあ、今放置少女で課金するのであればおそらく一番安く課金する方法がこのアップギャラリーを利用した課金の仕方ですが、今月10月に関しては10月の27が 19% 還元、まあ、つまり1万円分放置少女で課金したら1900円分次回課金で使えるクーポンが返ってくる、ボーナスがもらえる日が27日で、28日が 18%、 31日が 17% の特別還元を実施するとのことですので、はい、まあ、特に iPhone なんかで課金されている方は1万円の課金だったら1万円そのまま定価で取られてしまうので、正直全くおすすめではなく、私も昔 iPhone で課金してておそらく100万円ぐらいは損してるかなと思いますが、まあ、特に iPhone でプレイされている方なんかは課金するのであればクーポンがもらえるアップギャラリーめちゃくちゃおすすめですので、詳細はこの動画の概要欄に詳細のリンクありますので、どうせ課金するならバックを得ながら課金するようにしましょう。もうあと2日後に始まるんで、よかったらアップギャラリーを利用した課金ご検討の方よろしくお願いします。はい、そして最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。あと YouTube メンバーシップもやってますので、テキテキのよりマニアックな情報を知りたい方はこの動画の概要欄にある YouTube メンバーシップの特別動画の方も覗いてみてくださいね。はい、それでは。おっす。